軍政府庁舎で働く現地住民琉球列島米国軍政府は太平洋戦争末期の1945年3月に沖縄本島に上陸したアメリカ軍により設立され1950年12月まで存在した軍政機構である。単に米国軍政府とも1945年2月に伊洋島を攻略したアメリカ軍は 日本本土への最大の足掛かりとしての沖縄の攻略に乗り出した。この攻略が成功し、面積、人口、日本統治の歴史などの点で、この時点までに占領されていたマリアナ諸島などとは、比較にならない規模の占領が行われることとなった。1945年3月26日に、ケラマ諸島に上陸したアメリカ軍は、太平洋艦隊司令長官、 太平洋区域司令関係米国軍占領下の南西諸島及びその近海の軍政府総長、チェスター・ニミッツアメリカ海軍元水の名で、米国海軍軍政府副国第1号であり、G として軍政府長官、その補佐として軍政府副長官が設けられた。成立時はニミッツが軍政長官を務め、軍政府長官に、ターナー海軍中将、軍政府副長官に、 クリスト陸軍巡章が当てられた。1945年9月21日からは、軍政長官は、ステルウェル陸軍大将ではあるものの、実質的に海軍が軍政を行い、1946年7月1日に、スタイアー陸軍中将が、軍政長官に就いた後は、実質的にも運営は、アメリカ陸軍に移管された。琉球列島米国軍政府は、 アメリカ太平洋方面軍の下級機関と位置づけられていた。さらに、直接の住民統制にあたる機関として沖縄市巡回が設けられた。また、司法機関としては刑事に関する特定軍事裁判所が設けられた。ありがとうございます。